せたな。今年の武流祭も無事に開幕できた。祭りの期間はモンドの住民の方々をはじめ、世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は風神バルバトスの帰還を迎えるために、這い上げの儀を行う予定だ。風の導くままに。風の導くままに。レイザー、もう来てたのか。ああ、人がたくさん。さあ、こっそり人探しに行くぞ。人探し。うん、情報通でお酒好きな吟遊野郎を探すんだ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。吟遊野郎。やあ、旅人にパイモン。この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言って、おいら騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ、結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい。まあまあ、お前に聞きたいことがある。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。吟遊野郎、サウザンドウィンドブリューって知ってるか。おや、なんとも懐かしい名前だね。最後にその名前を聞いたのはいつだったかな。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。その中にはお酒が半分入ったボトルがあって、サウザンドウィンドブリューって書かれた紙が貼ってあった。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。どうだい、今すぐ歌ってあげようか。歌謡よくわからない。でも聞きたい。悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。美酒のボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。美酒はどんな味か、モンドの名、自由の夢。何を発酵させ美酒となったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま。歌いを掲げる旋風とともに、酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡はみんなの役に立ったかな。お酒と似てる。少し甘くて少しクラクラする。意味はわからない。レザーはともかく、オイラもよくわからなかったぞ。醸造のことを言ってるのは確かだけど、具体的な内容が全くないじゃないか。ぼんやりとしたロマン、これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係しそうなのは、
する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、舞台を掲げる旋風。何のことを言ってるのかさっぱり見えてこないぞ。おい幻影野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それにかようにない内容をでっち上げろと言われても無理な相談さ。香りの秘密を知るには自分たちの力に頼るしかないよ。自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか。それに醸造したら何かわかるのかよ。おい幻影野郎、嘘ついてないよな。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？すっごく悲しいよ。信じる。俺試してみたい。自分でお酒を作って答えを探したい。お酒を作る方法が分かればパパとママのお酒に何が入ってるのかも分かる。ああ、その人たちのこと知りたい。レザーがこう言ってるし、幻影野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。失敗したって別に恥ずかしくないぞ。安心して、自由にやればいいさ。思ったより難しくないから大丈夫。楽しく真摯な気持ちで取り組めば必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。うん、かよう師匠に聞かせる。それから自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ2日後にまた会うってことでいいか。場所は同じくここにしよう。ああ、覚えた。じゃあまた。見切りました。めったに